気になりすぎる選手。連日白熱した試合が行われている東京オリンピック野球競技、日本代表はドミニカ、メキシコ相手に連勝し、見事オープニングラウンド A グループ1位通過を決め、次のノックアウトステージ初戦ではアメリカと対戦します。そこでアメリカの代表選手たちを調べてみると、なんともともとスピードスケート選手としてソチオリンピック銀メダルを獲得し、その後野球選手に転向したとんでもない経歴の持ち主がいたんです。そして他の代表にも気になりすぎる選手が。というわけで今回の動画は各国代表で気になりすぎる選手3人を紹介したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。球団職員から代表入り、イスラエル、ジェレミー・ブライヒ。アメリカ生まれのブライヒはユダヤ人の家庭で生まれ育ち、幼い頃からユダヤの文化に親しみを持っていて、将来はイスラエル代表としてオリンピックに出場することを夢見ていたといいます。そして2008年に MLB ドラフト1巡目追放、全体44位でニューヨークヤンキースから指名。有望株として期待されたものの、なかなか芽が出ず、マイナーリーグで14チーム、独立リーグでもプレーし、メジャーデビューを果たしたのは2018年、19年限りで現役引退しました。ただ2017年には WBC イスラエル代表に選出、2019年ヨーロッパ野球選手権大会でも招集され、2020年東京オリンピック代表候補でもありました。ブライヒは引退後 MLB ピッツバーグパイレーツの球団職員として雇用され、現在は相手チームの分析を通じて最適なシフト、ポジショニングを導き出す担当になっています。春季キャンプ中、ブライヒはパイレーツの GM ベン・チェリントンと会話する機会があり、そこで自分の素直な気持ちを伝えました。東京オリンピックに行きたい。チェリントン GM はブライヒの意思を全面的に支持し、それ以来組織全体でブライヒをサポートしていきました。ブライヒはスタッフとして働く傍ら、球団の施設を利用し練習に励み、朝から練習する日もあれば、夕方に仕事を終えてそこから練習する日もあったそうです。またこの練習によって日々の仕事にも好影響がもたらされたようで、ブライヒは自分は選手目線で話すこともでき、分析的な側面である指標を理解することもできます。そのおかげでプレイヤースタッフとより強い絆を築くことができ、意見や考えを表明したり枠にとらわれずに考えることができましたと語っています。そしてイスラエル代表に選出。東京の地に降り立ったブライヒは、これはオリンピックです、子供の頃から見てきたものです、まだ実感が湧けませんと興奮冷めやらぬ様子で今の心境を口にし、またこれまでサポートしてくれたパイレーツには、彼らがオリンピック出場する僕を助ける必要などなかったのに、みんながただ親切心からそうしてくれた、とてもスペシャルなことですと感謝の言葉を口にしました。中日でプレーすることが夢でした。韓国、イ・ジョンフ。現在韓国代表の2番ライトで活躍するイ・ジョンフ選手は16年の一次ドラフトで指名され、ネクセンヒーローズに入団。1年目からチームのレギュラーに定着し、ヒットを量産、最終的に打率3割2分4厘、ホームラン2本、47打点、179安打をマークし、KBO の歴代新人最多安打記録を23年ぶりに更新、見事新人王に輝きました。18年、19年も好成績を収めると、19年プレミア12、韓国代表として日本代表のオリックス山岡投手からヒットを放つなど、大会打率4割をマークする活躍でプレミア12のベスト9に当たるオールワールドチームの外野手部門に選出されました。そして20年シーズンは長打力が増し、打率3割3分3厘、15本、101打点、2塁打49本は KBO のシーズン新記録です。まだ22歳と若く、早ければ来年にも通算1000本安打に到達する KBO 屈指のスターイ・ジョンフ選手。2018年に韓国メディアのインタビューで、 FA 資格を得て海外進出が可能になった場合どのチームでプレーしたいかと質問されると、イ・ジョンフ選手は迷わず中日ドラゴンズと即答しました。韓国で中日は決して人気球団ではなく、多くの人が知っているチームではないと言います。ではなぜイ・ジョンフ選手は中日でプレーしたいのでしょうか。実はイ・ジョンフ選手の父親は元中日で活躍したイ・ジョンボム選手で、イ・ジョンボム選手が中日に在籍していた98年に名古屋市の病院でイ・ジョンフ選手は誕生しました。韓国メディアによると、イ・ジョンフ選手が中日入りに言及した理由の一つに、父の名誉を回復したいという思いがあったからだと言います。父イ・ジョンボム選手は韓国最高のショートとして中日に入団、しかし入団以降は波の成績で、99年にはドラフト1位で入団した福留孝介選手に押し出される形で外野に回りました。自尊心に大きな傷がつき、頭には500ウォン効果ほどのストレス性脱毛症があちこちに発生したらしいです。幼い頃のイ・ジョンフ少年はそんな父の心労を子供ながらに察していて、
将来自分が野球選手になったら中日に入団して大活躍し、父の傷ついた名誉を回復することが目標になったとのことです。中日加藤球団代表もイ・ジョンフ選手の将来的な獲得について、お父さんがいることだし息子の獲得も将来的に考えないとねと含みを持たせています。しかし3年の月が経ち、イ・ジョンフ選手の思いは次第に変わっていったと言います。もともと中日でプレーすることが目標だった。しかし今は変わった。メジャーリーグで夢見ることが目標になった。そのためには韓国でいい選手にならなければならない。韓国で認められた後、機会があれば大リーグに挑戦したいと語っているんです。イ・ジョンフ選手は幼い頃からイチローに憧れを抱いていて、背番号も51、バッティングフォームもイチローを参考にしているらしく、父には申し訳ないが自分のロールモデルはイチローと話すほどです。かつてイチローが日本を飛び出しメジャー挑戦を果たしたように、イ・ジョンフ選手も同じような道を歩むのでしょうか。イ・ジョンフ選手の海外進出まであと3年、その時のメジャーの評価次第では中日への入団もあるかもしれません。銀メダリストから野球転向、アメリカ、エディ・アルバレス。現在アメリカ代表の2番セカンドとして活躍するアルバレス選手はアメリカのマイアミで生まれ育ち、5歳の時にクリスマスプレゼントでローラースケートをもらったことがきっかけで競技を開始、遊びながら徐々に才能が開花していき、週末にはサウスビーチの群衆の前で箱を飛び越えるトリックを行うなどしていたと言います。一方で5歳から始めた野球でも選手として高く評価されるほど実力をつけていきます。7歳になりコーチの紹介で競技の舞台をアイスリンクに移し、本格的にスピードスケートに取り組むようになります。11歳の時には3つの種目で優勝するトリプルクラウンを達成。その後も中学の終わりまでスピードスケートと野球を両立してきましたが、高校に入るとスケートのキャリアを保留し野球に集中。ショートとしてセントトーマス大学からスカラシップオファーを獲得するほどの活躍を見せます。しかしアルバレス選手には心の奥底にしまっているある夢がありました。オリンピックに出たい。アルバレス選手はこの夢を追うため大学からのスカラシップオファーを辞退し、野球をやめスピードスケートに戻る決断をします。スピードスケートに戻ったアルバレス選手は2010年に行われるバンクーバーオリンピックを目指して練習に励み、2008年と2009年の世界ジュニア選手権に出場、2009年の 3000m リレーで金メダルを獲得しました。そして2010年代表選手を決めるオリンピックトライアルに臨みます。しかし結果は7位に終わり、夢のオリンピック出場は叶いませんでした。トライアル後は長年慢性的な痛みに襲われていた膝を休ませるため一度スピードスケートを離れ、もう一度野球に戻ります。11年、ソルトレイクコミュニティカレッジ野球チームのショートとして打率3割3厘をマークしました。しかしアルバレス選手の膝の痛みは野球をやっている間もずっと回復することなく、むしろ悪化していきました。アルバレス選手は当時の膝の様子を、野球に行くと膝が休まると思っていました、でも家に帰ってズボンを脱ぐと膝がソフトボールのように腫れていてと語っています。病院に行き超音波を当てると両方の膝に12箇所の裂け目があることが発覚。12年3月に膝の手術を受け、4週間寝たきりの生活を送り、2ヶ月間一人で歩くこともできませんでした。この時医者はアルバレス選手が二度とエリートレベルでスケートをすることはできないと確信していたと言います。しかしアルバレス選手は父母の励ましを受け、両膝の修復から6週間後激しい理学療法を受け始めました。それはイライラするほど難しく苦痛だったと言います。しかしアルバレス選手は諦めませんでした。なぜなら理学療法士から理学療法を受けると以前の能力を取り戻すだけでなく、オリンピックの夢を実現できると言われたからです。アルバレス選手はその言葉を信じ一生懸命に取り組みました。すると12月にはワールドカップチームの資格を得るほど回復。その後は国際大会で結果を残すと、14年ソチ五輪代表を決めるオリンピックトライアルでは2位となり、念願のアメリカ代表入りを果たしました。そしてソチオリンピック、アルバレス選手は男子ショートトラック 5000m リレー決勝で一時トップに立つ滑りを披露、最終的には優勝したロシアにわずか 0.27 秒差という死闘の末見事銀メダルを獲得しました。そしてソチオリンピック終了後、アルバレス選手は次なる目標としてメジャーリーグ挑戦を決断、野球選手に転向しました。6月にはホワイトソックスとマイナー契約を結び、ルーキーリーグでプロデビュー、8月にはシングル A に昇格しました。16年からはダブル A、 途中からトリプル A に昇格、2020年8月3日ついに夢のメジャーデビューを果たしました。そして今年アメリカ代表として東京オリンピックアメリカ大陸予選を戦い、見事1位でオリンピック出場を決めました。アルバレス選手は自身のインスタで、まさか2つの異なる競技でオリンピアンになれるとは想像もしていませんでした。これも家族や友人、妻と息子のサポートのおかげです。アメリカ野球からもらったチャンス、そして信じられないほどの素晴らしいチームメイトはこの出来事と同じぐらい最高です。東京オリンピックでもう一度このユニフォームを着れることを誇りに思いますと投稿しました。
さらに今大会の開会式では野球選手としては初めてアメリカ選手団の旗手に選ばれ、このことを伝えられたアルバレス選手は思わず号泣したと言います。そして東京オリンピック開会式、アメリカ大選手団の旗手を務めた後、アルバレス選手はインスタを更新し、なんて夜だ、私はこの瞬間を永遠に大切にします、ありがとうございましたと喜びを爆発させました。というわけで今回動画は以上となります。代表選手の一人一人にそれぞれの人生があり、その人生を支えている人がいます。今回調べてみてすごく心が温まりましたし感動しました。もちろん日本代表には金メダルを絶対取ってほしいですが、他国の選手にもリスペクトを忘れずに家で観戦したいと思います。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。